大丈夫か？家族の姿が見えなくなると、祖父が私の肩に手を置いて聞いてきた。妖怪はいらないんだって、と震える声で私が告げると、肩に置かれた祖父の手に力がこもった。優子は何も悪くない。お前はいい子だよ。何？今に見ているといい。お前はきっと立派な大人になる。いずれ後悔するあいつらの顔が楽しみじゃ。私の名前は優子。私は現在父方の祖父母と一緒に暮らしている。両親は元気で、姉と3人で父の転勤先で暮らしている。私だけが離れて暮らす理由はシンプルに家族に捨てられたからだ。捨てられた理由はいくつかあるが、主な理由は私の足のことだろう。幼い頃にあった事故で足が不自由になり、私はずっと車椅子生活を送っている。そのため家族の手を煩わせていた。ただ、私が抱える問題はそれだけではなかった。今日学校でお前の妹って病気なんだろうって言われたわ。そんでお前も見えないところに病気を隠しているんだろうって、本当にひどいわ。カナは関係ないのに。カナは私の二つ上の姉だ。姉は私のことでよく学校でからかわれているようだった。生まれた時から私には左の方から首にかけて赤いあざがあるのだが、特に首のあざは大きく目立っていた。低学年のうちは母が学校に連れて行ってくれていたが、途中からは姉が車椅子を押して一緒に登校するようになった。なんで私が優子のお世話しなきゃいけないの？毎日男の子たちに汚いとかこっち来んなって意地悪言われてるのよ。本当に嫌なんだけど。周囲からの心ない言葉の暴力は、人目を気にする性格の母と姉には相当きつかったのだと思う。姉が泣いて帰るたびに、お前のせいでと私は母に叱られた。ごめんなさいと私はいつも家の中で母と姉に謝っていたような気がする。だが姉とは反対に、私は学校で嫌な思いをすることがなかった。それは担任の先生に恵まれていたこともあり、クラスのみんなが協力して私の手伝いをしてくれたからだ。中学に上がっても同じ状況が続き、新しく知り合う同級生にも同じ小学校卒のみんなが私の障害やあざについても説明してくれた。小学校で仲良くなった友人たちは今でも私の宝物だ。だが家庭環境は本当に悪かった。子供の頃は病院と学校、そして祖父母の家以外、私はほぼ家の中で過ごした。それは私を外に出すことを母がものすごく嫌がったからだ。車椅子であることよりも顔のあざに原因があったと私は思っている。はあ、本当に気味が悪いわね、そのあざ。母は時折ため息混じりに漏らすことがあった。母は生後すぐの私にあざの治療を受けさせる決断ができず、2歳になった頃から始めたそうだ。あんたには悪いと思っているわ。もっと早くに治療を始めていれば今よりマシだったかもしれないからね。ところがその後すぐに事故に遭ったことで、あざの治療はストップし、母はそのまま治療をやめてしまったのだ。顔から首に広がる赤いあざはどうしても周りの人の目を集めてしまう。それって病気なの？やけど？うつったりしないわよね？病院には行ったの？そのようなことを人に聞かれるたびに、母は自分が責められて自己嫌悪に陥ったそうだ。また私の通院の回数が増えることも母にとっては苦痛だったのだろう。事故は通院途中に母が一緒に連れていた姉に気を取られている間に起きた。私が一人で道路に飛び出してしまったことが原因だそうだ。事故によって私は車椅子生活を余儀なくされた。父は仕事が忙しく、家のことも私たちのことも当然父も母に任せきりだった。だからこそ私の扱いに対して父が母に反対することはなかった。母さんとカナに感謝しろよ。お前は家族みんなに迷惑をかけてるんだぞ。母は就学するまで私を家から出すことはなかった。病院への通院はストールで目から下を隠すように巻かれた。私は母にとって周りにバレたくない恥ずかしい子だったのだ。いつも迷惑ばかりかけていると言われて申し訳なくて、私はいつも母の顔色を伺っていた。だが母も私を家にずっと閉じ込めていることに多少罪悪感を感じていたのか、子供用のビデオやゲーム、おもちゃは買い与えてくれた。もちろん姉と一緒に遊んでもいたが、今思えばほとんどは私に一人遊びをさせておくためのものだったと思う。
大きくなるにつれ、私はおもちゃやビデオよりも絵を描くことに没頭するようになった。絵だけは姉のいない昼間でも飽きずに楽しむことができたからだ。ゆうこ、一緒にゲームやろうよ。うん、やる。私と姉は小さい頃は仲が良かったと思うけれど、小学校に上がる頃には姉から疎まれるようになった。そして姉は私に対してよく嫌味を言うようになった。ゆうこって家にずっといるよね。絵ばっかり描いてなんか陰気で気持ち悪い。楽しいから絵を描いてるんだよ。何が悪いの？周りに迷惑ばかりかけてるあんたが意見するんじゃないわよ。トイレも一人じゃいけないくせに。それを言われると、私は言い返すことができずに黙り込むしかなかった。言い返そうとすると感情がこみ上げて泣いてしまいそうになるのだ。私は負けず嫌いな性格で、姉の前で泣くことすら悔しくてできなかったのだ。でもこの性格であったからこそ今の私があるのだと思う。外に出せない恥ずかしい子である私は、当然ながら家族4人で出かけた思い出がない。食事に出かける程度なら一人で留守番をし、旅行のように長い時間家を空けるときは近くに住む祖父母の家に預けられていた。お母さん、ゆう子お願いします。ゆう子、お土産買ってくるからいい子で待っててね。私はうなずいて車に乗り込む両親と姉に手を振る。物心つく前からのことだったので、置いていかれることに傷つくことはなかった。さてゆう子、今夜は何が食べたい？お母さんたちも楽しんでくるんだから、私たちも何か美味しいもの食べに行こう。本当？じゃあ私、焼肉が食べたい。ああ、いいぞ。おじいちゃんがうまい肉を食わせてやるからな。祖父母は私と姉をいつも平等に可愛がってくれていた。家族が長時間出かけるときは、私にも同じように楽しいことを考えてくれたのだ。その中には家では絶対に許されない外出も含まれていた。いろんな経験をさせてくれた祖父母には感謝しかない。小学6年生になると、私はやりたいことを見つけた。母がタブレットを買ってくれたので、最初はゲームなどをしていたのだが、タブレットで絵が描けることに気づいた。そしてタブレットで描いた作品を発信している人の SNS の投稿などを見て、私も同じようにいろいろと作品を作りたいと思うようになった。おじいちゃん、私も自分の絵を世に発信したい。ああ、ゆう子は絵が好きなのか。じゃあじいちゃんも手伝うから、世の中に発信できるようにしよう。祖父母と一緒に SNS を作り、最初は私がタブレットで描いた絵をそのまま上げていた。少しでもいいねがつくだけですごく嬉しかった。それから私は絵を描いて、もっとたくさんの人に見てもらいたいと思うようになった。ああ、こんなにたくさん描いたのか。ゆう子、お前本当にすごいぞ。祖父が褒めてくれるのが嬉しくて、私はその後もどんどん絵を描いていった。タブレットで描くのはもちろん、たまに紙に描いたりもした。鉛筆で描いてみたり、ボールペンだったり、絵の具だったり、いろんな道具や手法で絵を描いていった。祖父母はいつも私の絵を褒めてくれた。だから新作を祖父母に見せたくて、私は毎週末祖父母の家に泊まりに行くようになった。それには両親も喜んで賛成してくれた。今思えば週末に私の世話をしなくて楽だったからだろう。おじいちゃん、私アニメーションも勉強してみたい。私が描いた絵が動くようにしたいの。よし、じゃあ今度の誕生日プレゼントはパソコンだな。家で受講できるスクールも探しておくよ。祖父母はいつも優しかったが、それは姉に対しても同じだった。その頃の姉は誕生日に洋服や靴、メイクセットなどをねだっていた。姉は性格も趣味も母に似ていたのだと思う。母も時々バッグや服や化粧品を大量に買ってきて、鏡の前でファッションショーをやっていたから。その年の誕生日、祖父は本当にパソコンを買ってくれて、翌月にはオンラインでアニメーション制作について学べるスクールの費用を出してくれた。スクール代はプレゼントじゃなくてお前への投資だ。投資？投資って何？そうだな、おじいちゃんがいいなって思うものがもっと大きく成長するように応援することかな。だからしっかり勉強して、もっともっとおじいちゃんを喜ばせてくれよ。わかった、おじいちゃんが誇れるように私頑張るね。私の言葉に祖父が隣で、ゆう子はうちの有望株だねと言ってケタケタと笑った。こうして私は本格的にアニメーション制作の勉強を始めたのだった。そんな中、中学3年生になったある日、
父から大事な話があると言われて祖父母の家に連れて行かれた。父さん母さんすまないが優子を預かってくれないか。俺の転勤が決まって引っ越すことになったんだ。え？大事な話があると父に連れられて祖父の家まで来たが、その内容に私は驚いてしまった。それはどういうことだ。優子だけ置いていくというのか。ああ、カナのことを考えると別に暮らした方が精神的に落ち着くと思ってね。祖父と祖母は顔を見合わせて重いため息をついた。わかった。それで優子の養育費はいくら仕送りしてくるつもりだ。え？それは父さんたちにお願いしたいんだ。うちはカナを育てるだけで精一杯なんだよ。父は口ごもるように下を向いた。祖父に察してくれとでも言いたそうな雰囲気だ。優子を捨てるということが親としての責任を放棄するってことなんだな。そう言われても仕方がない。家族に厄介者と思われているのは嫌というほど分かっていた。それでも、優子、お前はどうしたい。お父さんたちについていきたいんじゃないか。私は無言のまま頭を小さく横に振った。祖母が私の隣に来て肩を優しく撫でてくれる。あった、優子のことはうちの子として育てる。それでいいな。父はほっとしたようにうなずき、私によかったなと言った。家に戻ると母と姉が不安そうな顔で迎えに出てきた。どうだった？ああ、優子を養子として育ててくれるってさ。え？それって養育費も全部出してくれるってこと？そういうこと。やった！優子、本当によかったわね。ここよりおじいちゃん家の方がいい暮らしをさせてもらえるわよ。家族が明るい声を上げている中、私だけが沈んだ顔をしていた。さっきは同意をしたが、どんな家庭環境であれ、私だって本当は家族と一緒に暮らしたかった。今言わなきゃきっと後悔するだろう。私は勇気を振り絞って泣きながら父に訴えた。お父さん、やっぱりやだ。私も一緒に行きたい。お手伝いでも何でもするから、私も一緒に連れてって。だが私の願いが叶うことはなかった。即答したのは母で、その声には怒りの感情が込められていた。ダメ、そんなの絶対ダメに決まってるじゃない。あんたに何ができるの。一緒に来たらお手伝いをしなきゃいけないのはこっちなのよ。まだわかんないの？あんたがいない生活を送れることが家族にとって最大の幸せなの。大体あんたがついてきたら私たちは。母はこれでもかとばかりに私とは一緒に暮らせない理由を並べ立てた。迷惑をかけているのは事実なので、私は言い返すことなどできない。結局私が最後に口にしたことは、おじいちゃんの家に行くよということだけだった。わかってくれてよかったわ。これで引っ越し先で変な目で見られることもなくなるし、カナには本当に苦労をかけたわね。よかった、やっとうちも普通の家族になれるんだね。おいおい、そんな言い方したらさすがに優子がかわいそうだろ。三人の楽しそうな笑い声に私の心はすでに折れていた。そんなに私のこと嫌いだったの？すると母は少しだけ私を憐れむような目で見てきた。ごめんね、でもあなたを見てるのにもう耐えられないの。産んでしまった罪悪感と嫌悪感でおかしくなりそうなのよ。そういうことだ。うちの子は五体満足のカナだけでいい。母さんやカナを苦しめる妖怪はもういらないんだよ。父が母の肩を抱く。やはり私が悪いのだろうか。私のことで母が辛そうな顔をするのが小さな頃から辛かった。私と離れることで母が解放されるなら、その方がいいのかもしれない。じゃあ引っ越しが決まったお祝いに今日は外に食べに行こうよ。私が人生に絶望を感じた日、その日もいつもと同じように3人は私を置いて出かけていった。そして引っ越すまでの間もこれまでと何も変わらない接し方だった。それから2ヶ月後、私は祖父母の家に預けられ、両親と姉は地方の転勤先へと引っ越していった。私を置いていく時、3人はとても嬉しそうに車の窓から手を振った。大丈夫か？家族の姿が見えなくなると、祖父が私の肩に手を置いて聞いてきた。妖怪はいらないんだってと震える声で私が告げると、肩に置かれた祖父の手に力がこもった。優子は何も悪くない。お前はいい子だよ。何、今に見ているといい。お前はきっと立派な大人になる。いずれ後悔するあいつらの顔が楽しみじゃ。え？
祖父はふふっと笑うと私の車椅子を押して家に入った。この時の祖父の言葉の意味を私が知ったのはそれから数年後のことだった。祖父母と暮らし始めて10年が経ち、私は25歳になった。そして私は大学で知り合った仲間とアニメーションの制作会社を作り、大好きなことを仕事にしている。美術系の大学に進んだ私は似た感性を持つ仲間に出会えた。そして面白半分で共同制作したアニメーション動画が SNS で火がつきヒットしてしまい、私たちは会社を立ち上げることにしたのだ。学生のうちに月収が1000万を超えるようになったことが自信につながり、学生のうちから共同で会社を設立したのだった。現在ではアニメーションの制作会社として映画だったりちょっとした広告 CM の依頼なども来ている。私は作画を担当することが多く、昔と変わらずひたすら絵を描いている。姉は専門学校を卒業した後、化粧品の販売会社として働いているようだ。ファッションや美容に興味があった姉らしい選択だなと思う。祖父母の家で暮らすようになった私は、あの日の絶望が嘘のように幸せな毎日を送っている。祖父が引っ越してくる私のために家をバリアフリーにリフォームしておいてくれたので、生活はすごく快適だ。両親と暮らしていたマンションでは普通だと思っていた廊下の狭さや家具の高さは、引っ越してすぐにそれがいかに不便なものだったのかを思い知らされた。おじいちゃん、おばあちゃん、私ね、できるだけ何でも自分でできるようになりたい。いつか一人暮らしをしてみたいんだ。そうか。じゃあ優子が自立できる手助けをしなきゃな。それから祖父母と3人で何度も手すりの位置や物の配置高さを試し、時間をかけて家中を私仕様にカスタマイズしていった。私にとって一番嬉しかったのは、トイレとお風呂の入浴を自力でできるようになったことだろう。時間はかかるが、いつか誰の手も借りずに一人で暮らしたいという夢に一歩近づけた。その機会をくれた祖父母に心から感謝した。祖父は退職するまで子供の私でも名前を知っている大企業に勤めていた。しかも専務の肩書きを持っていたこともあるそうだ。おじいちゃんってすごい人だったんだね。何、昔の話さ。まあそこに勤めていたおかげで優子のために家をリフォームすることもできたんだけどね。祖父は定年後そのまま再雇用で働いており、私と暮らし始めた2年後に退職した。父がおじいちゃん家はお金持ちなんだぞとよく言っていたが、祖父には父も知らない秘密があった。その秘密を知ったのは私が20歳の誕生日を迎えた時だった。優子、成人おめでとう。おじいちゃんからお前にプレゼントがあるんだ。え、何？てっきり財布だったり、あるいは新しいタブレットなどをくれるものだと思っていたのだが、プレゼントは私の想像をはるかに超えるものだった。祖父が私にくれたもの、それは家だ。駅前にあるタワーマンション、あれをお前にやる。え？私は知らなかったのだが、祖父は住んでいる家の他にマンションを2つ所有していた。祖父は不動産に投資をしていたのだ。本当はこの家を譲ろうと思ってたんだが、お前の仕事を考えると今なら利便性のいいタワーマンの方が都合がいいんじゃないかと思ってね。え？いや、それは申し訳ないよ。いつか一人暮らしをしてみたいって言ってただろう。それに俺たちも70を超えたからな。そろそろ介護付きのマンションにでも引っ越そうかって話をしてるんだ。祖父は持っている不動産をすべて手放して売ったお金を老後の入居資金に充てようと考えているらしい。息子がお前を捨てた時にもう何も残さないと決めたんだ。優子の将来のためにあいつに相続できるお金を残そうとも思ったが、そんなことをしても優子に渡らないことは目に見えている。祖父は一瞬苦しい表情を浮かべた。それは確かにそうだろうと思った。一緒に暮らしていた時ですら、障害を負った私のために両親がバリアフリーの家に引っ越そうと言ったことなどなかったのだから。タワマンへは私の大学卒業を待ってから祖父母と一緒に引っ越しをした。祖父は持っていた家ともう一つのマンションを売りに出しつつ、納得がいく新しい住処を探すまでの間、私と一緒に暮らすことにしたのだ。バリアフリーにしていた家はそういう物件を探していた人がいたようで、早くに買い手が見つかった。マンションの方は数年経っているものの、こちらも利便性のいい人気のエリアに建っていたため、それなりの金額で半年も経たずに売れた。祖父の不動産を見る目は確かなようだ。そうしてタワマンでの幸せな生活を送っていたある日、両親と姉が家を訪ねてきた。
今朝実家に戻ってきていると急に電話があり、祖母から住所を聞いてやってきたらしい。ドアを開けた瞬間、父が大きな声を張り上げた。おいおい、母さんどうなってるんだよ。なんで実家を売ったんだ。祖母と一緒に玄関先に出迎えに来ていた私を見て、父の動きが止まった。え、お前もしかして優子か。そうよ。捨てた娘の顔なんて10年もあれば覚えてないわよね。いや、綺麗になったな。父の後ろから顔を覗かせた母と姉も驚いた顔をした。え、あんた優子なの。顔のあざも首のあざもなくなってるじゃない。おじいちゃんとおばあちゃんがちゃんと治療に連れて行ってくれたのよ。おかげで随分薄くなってきたわ。うっすら涙ぐむ母の姿を見て、私は鳥肌が立った。母のこういう表情にどれだけ振り回されてきたことだろう。とにかく入りなさい、お父さんが待ってるわ。祖母に促され、3人は祖父の待つリビングへと向かった。20畳以上もある広いリビングに入ると、母と姉は歓声を上げた。ああ、やっぱりまるでドラマのような世界ね。絶景じゃない。3人のために今日はリビングのカーテンを開け放しておいたのだ。50階から見える青い空と街の様子は本当に素晴らしい。父さん久しぶり。さっき実家に行ったら別の人が住んでたんだけど、家を売ってここを買ったってことでいいのか。祖父が不動産投資をしていたことを父は本当に知らなかったようだ。祖父は父の質問には答えない。それで今日は話があってきたんだろう。ああ、前に電話でも話したけど、会社の業績が悪くて給料が下がってるんだ。前みたいに援助を頼みたいんだよ。できれば月に20万、ダメなら10万でもいい。父は祖父に頼めばお金がもらえると思ってきたのだろう。だが祖父母はもう70歳を超えている。いつまで親のすねをかじるつもりなのだろうか。祖父母が両親に私と姉の養育費を援助していたことは祖父から聞いていた。私に必要な治療やリフォームのことも考えて毎月多めに渡していたそうだ。でも私のあざの治療は途中でやめてしまったし、私が暮らしやすいように工夫をしてくれたことはない。強いて言えば滑り止めのマットを敷いてくれたくらいだろう。父の収入がどれくらいだったのかはわからないが、3人はよく買い物に行ってたくさんの紙袋を抱えて帰ってきたし、外食や旅行にも出かけていた。大人になった今ならわかる。そんなことを続けていたらお金なんていくらあっても足りないと。私のせいで苦労していると言いながら、祖父母が私のために渡してくれたお金を両親は好き勝手に使っていたのだ。姉は専門学校を卒業後20歳で働き始めたので、5年前に祖父母は援助を辞めてしまっていた。お願いします。今の夫の給料じゃ生活が苦しいんです。まだ3人で一緒に暮らしているので、せめてカナのために援助をお願いします。おじいちゃんお願い。販売員って忙しい割にはお給料が少ないの。だけど接客業だし、美容のプロとしてそれなりに身だしなみなどにも気をつけないといけなくて、そういうことにお金を使ったら本当に少なくなっちゃうのよ。祖父は大きなため息をついた。電話でも言ったが、カナが成人した以上もうお金は渡さない。その代わりお前たちに老後の世話を頼むつもりはないから安心しろ。父は見るからにがっかりという表情をした。その姿を見て私は腹が立ってくる。どう考えても贅沢さえしなければ姉も働いているのだから生活はできるはずなのだ。カナ、お前には20歳になった時に新車購入の費用をお祝いに出してやっただろ。あれがお前にしてやれる最後の援助だ。祖父母は私だけでなく、姉にも専門学校の授業料や自動車学校の費用を出してやっていた。姉はこの10年間ですっかり両親と同じ祖父母のすねかじり人間になってしまったようだ。ほら、やっぱり頼んだって無理だったのよ。うん、カナを一緒に連れてくれば助けてくれると思ったんだけどな。父さん本当にダメなのか。ああ無理だ。話が終わったんならもう帰ってくれ。祖父が立ち上がり、これで帰る流れになると思ったのだが、父は開き直ったのか驚くようなことを言い始めた。まあいいさ、父さんも母さんも70超えたし、あと数年もすればこの家は俺のものになるだろう。前の家ならすぐに売り払おうと思っていたんだけど、ここならしばらく住んでもいいな。私は祖父母を前に、そんなことを平気で言う父を軽蔑の眼差しで見つめた。昔酒に酔った父が、うちの親父はお金持ちとよく言っていたことを思い出す。
そしていつも続けて、そんな親父のもとに生まれた俺は特別な存在だと笑っていた。あれは自分の親を誇りだと自慢しているのだと思っていたが、本当は楽して贅沢な生活ができる俺は特別だと言っていたのだ。人として本当に小さい。悪いけど、ここはお父さんのものにはならないよ。ああ、孫のお前が相続するってか。お前にそんな権利はないんだよ。もしも父さんがそんな遺言書を作っても、俺が遺留分の請求をすれば止められるしな。父は酔っ払っていた時と同じようなニヤニヤと顔の筋肉が緩んだ表情をしていた。しかし父は忘れていることがある。祖父は私の顔を見ると小さく笑ってうなずいた。どうして権利がないと思うの？お父さんを私を捨てた時、おじいちゃんたちと養子縁組をしているんだよ。それが何を意味しているかわかる？父はハッとした顔をした。養子になったからこそ祖父母の子供として養育費も生活費も出してもらえて両親はラッキーと喜んでいた。だが養子となった以上、私には父と同様に祖父母の遺産を相続する権利がある。悪いけどここはすでに私名義の家なの。おじいちゃんから生前贈与してもらったのよ。養子になっていたから手続きもスムーズだったわ。そう、家族に捨てられたあの日、祖父がいずれ後悔すると言っていたのはこのことだったのだ。嘘だろ。父の顔色が悪くなる。その時話を聞いていた姉が顔を真っ赤にして声を上げた。ちょっと、私には車しかくれなかったのに優子にはタワマン。おじいちゃん不公平よ。それなら私も養子にしてよ。タワマンを私にもちょうだい。私は思わず笑いそうになった。確かに車とタワマンじゃ不公平だと感じるだろう。だからといって養子にしろと要求するなんて。お前は優子と違ってずっとお父さんとお母さんに大事に育ててもらってきただろう。私が死んだら遺産の遺留分のお金をお前の父さんに分けてもらえばいい。可愛がられてきたお前にはきっと分けてくれるだろうさ。祖父はそこで言葉を切ると、まっすぐに父の目を見つめた。でも優子には絶対に渡さないだろうから先に渡しておいたんだ。優子は私の孫だが、法律上は私の娘だ。私が育てた私の娘に俺の財産を譲って何が悪い。祖父の鋭い眼光に父はすっかり言葉をなくしてしまったようだ。家を売ったお金で私はこれから母さんと二人で介護付きの高級マンションに入ろうと思ってる。まあせいぜい私たちが早くにくたばるのを待つんだな。そうすりゃ多少は遺産が残るかもな。祖父はそう言って豪快に笑った。しかし父の抵抗はまだ終わらなかった。じゃあ父さんたちが出て行ったら、優子の生活はここで俺たちが見るよ。そんな足じゃ働けないだろうし。なあ優子、また家族4人で仲良く暮らそう。呆れて物も言えない。家族の輪に私が入ったことなど今までない。あの時私はまだ子供で捨てられる側だった。だが今回ははっきり私から言わせてもらう。何言ってるの？私はあなたたちなんて必要ないの。私から親子の縁なんて切ってやるわ。いい？あなたたちは私に捨てられる側なのよ。私は会社を経営してて、お金には全く困ってないし、一人暮らしできるくらいに生活も自立できてるの。嘘だろ。あの何もできなかった優子が会社経営。ええ、そうよ。年収ももうすぐ3000万円に到達しそうよ。あ、本当に？優子、すごいわ。真っ青になった父の横で母が目を潤ませているのを見て、私はまた鳥肌が立った。育児放棄をしていたくせに母親面して涙ぐむ。本当にひどい人だ。しかしあのまま捨てられずにいたら、私は今も家の中に閉じ込められていたのかもしれない。お母さんたち、私を捨ててくれてありがとう。あなたたちが私をおじいちゃんたちの元に置いていってくれたおかげで自立することができたわ。だからといって私にひどい仕打ちをしてきた相手を助ける義理はないから、もう二度と私の前に顔を見せないで。母はまた傷ついたような顔をしてきたが、もう何も感じなかった。これでようやく終わったと、ほっとしたところで最後に姉が食らいついてきた。じゃあ私はあんたの会社で雇ってよ。私なら問題ないでしょ。そんで社宅代わりに一緒にここに住まわせて。ここまで来ると笑えてくる。そうね。じゃあ聞くけど、お姉ちゃんには何ができるの？パソコンは使える？絵は描けるかしら？アニメーションの制作経験はあるかしら？専用のソフトをちゃんと扱える？わかる？五体満足なだけじゃ、うちの会社じゃただのお荷物になるわ。唇を噛みしめて私を睨む姉。
そして顔を青くしてうなだれている両親と姉を祖父が追い立てるように玄関に連れていく。三人はやっと自分たちが見捨てられたのだと自覚したようだ。足の不自由な私を妖怪と言って捨てた両親は祖父の言う通り10年後には後悔する結果となった。そして玄関ドアが閉まった瞬間、祖父がこう言った。あいつらの後悔する顔は実に笑えたな。私と祖母は顔を見合わせて笑った。言いたいことが言えて私の心にあった霧が晴れた気がした。その後、しばらくしてから父がリストラされたと祖父に電話があった。再度お金を無心されたようだが、祖父はバッサリ切り捨てたようだ。それからすぐに父は仕事を探したようだが、あの年で正社員になるのは難しいらしい。生活レベルを落としても一度ついた浪費癖はなかなか抜けないらしい。収入よりも出ていくお金の方が多いらしく、とうとう母もパートに出ることになった。メンタルの弱さから働いては辞めるを短期間で繰り返しているようではあるが、それでも3人で働いて稼げばなんとか生きてはいけるだろう。時々姉からは恨み節の電話がかかってくる。両親や祖父母に何かあった時のために連絡先だけは交換しておいたのだ。あんたね、子供の頃は私にずっと迷惑かけてきたんだから、ちょっとは謝礼くらいよこしなさいよ。お金がなくなるといつもこういう文句を言ってくる。だから私も毎度同じセリフで答えている。そうね、でも一番の謝礼ってあなたが忌み嫌ってた私がそばにいないことでしょ。これを言うと姉は怒って言葉を詰まらせながら電話を切ってしまう。毎回似た反応をするので面白いが、やはり面倒なのでそろそろ着信拒否をしようと思っている。祖父母はあれから納得のいく介護付きマンションを見つけて引っ越しをした。私が住む家からも割と近いのでよく遊びに来てくれるし、一緒に食事に行ったりもしている。私は私の人生を変えてくれた祖父母のことを一生大事にしたいと思っている。そして彼らが生きている限りずっと恩返しをしていこうと思っている。これからも祖父母がしたいこと、見たいこと、望んでいることを何でも叶えていくつもりだ。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。